学割といえば素直がいいけどやっぱりラーメンの学割、学割でめっちゃハッピー。平日限定550円で満腹、後楽園の学割セット、学生さんもめっちゃハッピー。後楽園。スマホで注文しといたけど、まあどうせ待つんでしょ。お待たせいたしました。待ってない待ってない、モバイルオーダーでめっちゃハッピー。え、後楽園のモバイルオーダーで楽々テイクアウト、待たずに受け取りめっちゃハッピー。後楽園。こんにちは、後楽園チーフこれからオフィサーのキャリーパミパミです。私は西東京の方に実家があるんですけど、その実家の近くに結構大きい後楽園があって、でよくその子供の時とかにもお父さんとお母さんと食べに行ったりだとか、本当にこうちっちゃい頃から後楽園にたくさんお世話になってきました。でそんな私がこうして、まあ、CM とか後楽園さんとお仕事できるのは本当に嬉しいなと思ってます。いやー、一番は本当に難しいんですけども、私はやはり中華そばプレミアムが好きです。後楽園の中華そばって本当昔ながらの中華そばで、やっぱ定期的にすごく食べたくなりますし、あとは割とこうあっさりしてるので女子もすごく食べやすいのかなっていう印象です。はい、そうなんです。チーフこれからオフィサーに就任いたしました。で私もこう初めて聞いた名前だったので、どんなことなのかなとちょっとこう自分なりにも考えたりしたんですけど、やはり後楽園のこれから、そしてお客様のこれからの幸せを一緒に私なりに考えていけたらいいなと思ってます。で皆さんに美味しいものをお得に便利に食べていただきたいのはもちろんですし、それだけでなくお客様の未来がハッピーになっていたらいいなと思っております。でまだまだちょっとこう大変な日が続いていますが、大事なのはこれからなので、後楽園はオールニューハッピーをいろんな形でお届けします。皆さん楽しみにしていてください。